はい、一体が続いております。はい。残り時間もわずかとなってきています。さあ、どちらがどのように仕掛けていくのか。Aリングの方でも試合が始まっています。さあ、この後、やはり目が離せないですね。Bリングの方に、現在は注目してまいりたいと思います。両者浮き上がりましたが、時間切れです。時間切れとなりました。いやー、息を呑む展開でしたね。ちょうど両者が浮き上がったところで時間切れ、ここはドローとなりまして、はい、延長戦へと進んでいきます、それでは A リングの方に実況を移してまいりましょう。A リングはですね、はい、青コーナーが赤い機体ピースメーカー、はい、対するですね、赤コーナーがこの青い機体の生ズ選手になります。はい、生ズ対ピースメーカーです。それぞれにやはり特徴が違いますね。ピースメーカーはシールド型、はい、そして、生ズがロッドアームですね。ロッドアームとなります。修理が必要な場合は申し上げてください。こっちの試合もですね、はい、若干あのBリングの試合と同じように似合ってるような状況が続いておりますけれども、はい、アームが長い方が有利かと思いきや、そうともいかないというのがこのロボット大会の面白いところですね。さあ、そして繰り返して抑え込みましたが、再び復帰しました。ところがナマズの機体が今弾け飛ぶというような状況が行われています。なんとかこのまま試合を続けたいナマズ、現在逃げ回っていますが、ピースメーカーによって後押しが、さあ、押し出される形になるでしょうか。モーターがマシンの外に出ているナマズです。さあ、時間わずかとなってきています。時間まで逃げたいが、ピースメーカーが押し出すかどうか。押し出されまして、ギブアップの手も上がったようでしょうか。さあ、急いで、はい、これは修理になるでしょうね。そうですね、モーターを今急いでナマズの、チームメイトが外しているところですけれども、審判の、判定を聞きたいと思います。まずマシンを元に戻すようにとの指示が出されました、はい、さあ、Aリングのナマズ対ピースメーカーです、戦いの途中に赤の場外により青の一本とします。青の一本です。機体の色が、ね、逆ですので若干、紛らわしい部分もありますけれども、はいはい、ピースメーカー、ナマズ、いずれも修 理、ね、修理の申請が行われまして、はい、ここから5分間カウントされていきます、試合の途中にこのようにマシンが弾け飛ぶ、マシンが分解するというような状況を見たのは私自身は初めてなんですが、はい、木原さんはいかがですか。結構ありまして、ビーリングは延長戦が開催されました。結構多かったんですけれども、はい、まあ、今年から少しアームの定義が、さあ、そしてビーリングの闇振動が落とされました。一瞬の隙をつきました。本当ですね。さあ、非常に軽そうな表情、対する青コーナーの海洋、非常に嬉しそうな表情です。前に出た闇信用の側面を見事に捉えました。赤の障害により青の一本とします。青の日本選手により赤の青の勝利とします。はい、青の勝利となりました。 B リングです。いやー、息を呑む試合展開でしたね。これはトーナメントの駒を進めました。もう、あの闇信用の非常に悔しそうな顔がね、こちらも実況の方からも見ることができますけれども、はい、A リングの修理が行われている間に B リングの延長戦がスタートとなりまして、はい、あっという間に決まってしまいましたね、はいはい、勝負がするときは一瞬です。本当ですね。さあ、悔しそうにこの会場を後にした闇信用、そして第3回戦へと駒を進めたのが海洋です、はい、さあ、そして A リングの方では現在も修理が行われています。そうですね、ナマズ選手すごい音を上げて分解しましたね。分解してしまいましたので、はい、非常に慌てて、試合が終わった後スタッフが飛んでいくというような状況が目に見えました。そして慌てて、モーターを外しましたが、電池を外したんです。電池を外したんですね。はい、あの電池がつながってなければですね、大きな事故っていうのが、物が動きませんので絶対に。なるほど、はい、まずは外してそこから作業をしようという、はい、そういうことですね。ことですね。絡んだ時にはですね、あの一番端にバッテリーを抜いて、はい、安全な状態にしてから、まあ、やるっていうのは上等な手段になってます。そうですね、また修理してる時にね、急に動き出したらやはり危ないですもんね、はい、確実にバッテリーを抜くっていうふうにします。はい、はい、さあ、そして A リング青コーナーのピースメーカーは修理が完了しているようですね。そうですね、はい、そして、ナマズ青コーナーですが、修理の残り時間あとどのくらいとなっているでしょうか。B
ピースメーカー OK ですね。赤残り2分30秒です。赤は2分30秒です。残り半分ですね。はい。さあ、4人がかりで修理が行われています。そしてその間に B リンクの試合の方も、準備が、行われているようです。そうですね。今もう試合時間になっていましたので、はい、今セッティングをしているところですね。はい、ビーチボーイ、そして赤コーナーがラファール。1分以内にはトレーニングを止まるようにセットしてください。それでは始めてください。さあ、Bリングの試合が始まります。スタート台の中に1分以内で設置します。時間の関係で A リング、B リング同時進行となっていますので、若干分かりにくい部分も出てくるかと思いますけれどもね、ぜひ皆さん合わせてご覧いただきたいと思います。A リングは現在、赤コーナーの修理が行われています。そして B リング第1ラウンドに向けて、はいはい、今スタート台への設置が完了したところでしょうか。はい、確かに